瀬恵子のサウンドドリームです。毎日寒いですね。皆さん今年のクリスマスは、ね、いかがでしたでしょうか。私たちはね、もうミュージシャン一番忙しい時なんで、もう毎日バタバタライブとか演奏のお仕事ねしてまいりました。今年はあの私も久しぶりにルミナリエも見に行きましたし、とってもね綺麗だったんですけども、やはりね阪神大震災のこととかいろいろねちょっと思い出しまして、ちょっと悲しい気持ちにもなったり、またこれだけね復興できたなという喜びとか、いろんな気持ちを交互に感じながらルミナリエも参加させていただきました。毎日ね寒いですのでね、風邪ひかないように手洗いとかねうがいとかして予防をね皆さんしてください。今夜も素敵な音楽をどんどん紹介していきたいと思います。この番組は毎月第4火曜日の夜7時から7時半の放送です。ジャズを中心に私岩崎恵子が選んだ大好きな音楽を皆さんにお届けしたいと思います。この番組はナンバモータープール提供でお送りします。今日はゲストにねボーカリストの高橋明子さんをお迎えしておりますので、今日もスタジオライブがありますので楽しみにしてください。そして今夜はね、メッセージいただきましたので、水内沙織さんとお読みするんでしょうかね。私は音大を出てピアノの家庭教師をしていますが、プロの教師ではありません。火曜日に流れるサウンドドリームでいつもメール相談をしているのを聞いて、岩崎先生にお尋ねしたいと思いました。生徒が自信をなくした時にはどういうふうにやる気を起こさせてやるのがいいでしょうか。私は親に叱られるのが嫌だというだけでやらざるを得ないまま、ただ練習だけをしてきたので自信をなくすという余裕もなかったので持ち直し方がわからないのです。ぜひ教えてください。このようなメッセージを、いただいたんですけどもね、まず生徒さん のいいところを、ね、すごく、ね、褒めてあげたらいいかと思いますね。であと生徒さんの年齢とかね性格とかもね違うので一概には言えないんですけども、ただ音楽のことだけでこうなんか落ち込んでるとか自信をなくしているっていうのは限らないとも思いますので、まずなんか生徒さんのお話をしっかり聞いてあげて、コミュニケーションしっかりね図ってほしいと思います。あとなんか音楽を通じて まず例えばマナーのことですとか、あとまあ音楽がどれだけ素晴らしいとか、あと生徒さん、まあ、せっかくその生徒さんと、まあ、出会ったというわけなので、その生徒さんと楽しいレッスンをね、まあ、30分なり、まあ、1時間とかね楽しくなんかそれが一つのショータイムのようにレッスンしてあげたらすごい充実してお互い楽しいかなとは思いますね。あと私がいつも感じることはなんか生徒さんからすごい学ぶことがすごいたくさんあるんですね。それで例えば、まあ、生徒さんに言ってる言葉なんか自分への言葉みたいな気持ちでいつもこう私もよく言ってるなと思って、こう改めて自分の襟元を正すみたい なんかそんな気持ちにもなりながらレッスンしておりますね、私もね。それで私はすごい演奏の仕事も指導する仕事もすごい好きなので、どちらもなんか充実して楽しい仕事だと思っておりますので、これからも、水内沙織さん音楽の、ね、指導者として頑張ってほしいです。応援しております。それでは本日のゲストボーカリストの高橋明子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは高橋明子さんのプロフィールをご紹介します。はい、高校時代クラシック声楽を学ぶ、 OL 時代習い事としてジャズボーカルを習う、会社が倒産という不運をきっかけに音楽で頑張る決意をし、現在は主に大阪が多くイベント、ライブハウス、ホテルなどで活躍中。出演しているライブハウスは、ロイヤルホース、アートクラブ、コンテローゼ、グラバーテ、ジャズオントップなどということなんですけども、はい、ね、まずね、あきちゃんがミュージシャンになったきっかけを教えてください。はい、子どもの頃からですね、はい、両親がとっても音楽好きでして、はい、特に父親がですねジャズが好きという家庭で育ちました。はい、で子どもの時から宝塚をですねもう休みのたんびに連れて行かれてて、歌劇団ですか。です、ね、そうだったんですか。でもその中でやっぱりジャズのナンバーが使われているのが、とっても印象的で、でもその頃からジャズが好きでしたね。じゃあもう子供の頃からもうランドセル背負って家帰ったらグレーンミラーの
あのその当時年バレますけど、うん、LP をかけて、はい、イエーイとか言ってる変な子供でしたね。ちょっとすごいませた。ちょっと、ね、あの普通今やったら AKB とかそんな ね、うん、ねクラスの子とも話が合わんかったりしましたね。すごいですね。私らが子供の頃はあの、うんなんか西城秀樹とかピンクレディとかちょっと年バレますね。あんまりちょっと昭和の話ですけどもそういうのを聞いてましたけどね、うん、あそうですか。じゃあその頃からね。そしたらなんかこう影響を、ね、受けたアーティストとかいらっしゃいます、うん、あのやっぱり、父親がレコードで持ってたのがね、まあ、ジャズじゃないんですよ、うん、パッド・ブーンとかね、うん、ああいう人とか、うん、ナット・キング・コールとか、うん、ああいう人のなんかレコード持ってたんで、うん、ナット・キング・コールはものすごい好きです。うん、なるほど。それはやっぱり子供の頃からそれを聞いてお父さんのレコードを聞いて、うん、そうですね。それがもうやっぱり一番影響を受けたって感じ。父親がええなええな言ってるのが子供の頃に何がええんか分からんけどええんやって思いながら聞いてましたね。やっぱり環境って大事ですね。大きいですね。うん、まあ今思えば父親、ね、母親に感謝ですけどね。すごいね、うん、うちの親は演歌とかしか聞いてなかったから。演歌は日本のジャズです。ジャズですかね。まあのねいいものはいいですよね。ジャンズ問わずねいい音楽はいいかなと思うんですけど、そしてそのジャズのね魅力って何ですか。自由なところじゃないでしょうか。自由、最低限のお約束事があって、はい、そこでも自分自身を最大限に表現できる、うん、もうなんていうんですかねものだと思いますね。まあその自由だけに逆にその自由っていうことは作り出すってことですよね。なんか結構生徒さんなんかはその好きにやっていいよとかそういうふうに言うと、まあ、戸惑う人がね多かった。だけど何かジャズやりたいっていうのはやっぱりその自由というよりかその、まあ、メロディーだったりハーモニーだったり、まあそうですね、リズムだったりなんかそういうものが、まあ、好きでねジャズ勉強したいっていう人もね多いと思うんですけども、もうやっぱりあきちゃんの場合はその全くの自由っていう部分が魅力なんですかね。いえいえ今恵子さんがおっしゃったように、うん、私も最初の頃は自由にやっていいよ言われたら歌えませんでしたからね。何していいのっていう。逆にね自由って言われるとね、そこから模索して自分を出せれるまでにまあかかりましたね年数は。でもやっぱりちょっとずつ出てできていくことに喜びがあって楽しみがあってもっとこうしたいっていう希望が生まれて今に至るんですけど、まだ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 やらないといけないことたくさんあるんですけど、もうそれが楽しくて仕方ないですね。そうですよね。あのなんていうの、これでも満足したって思った時点でやっぱ終わりかなってね、うん、思いますし、なんかそれをなんか一つの当面の目標達成したらなんかあまたこうなりたいとか欲が出てどん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 こう次のステップへね向かっていくっていうところがこう多分死ぬまでこうやってやってるかなって思いますけどね。